姫様。そこで何をなさっているんですか？どうしたんです？そんな怯えた顔をして。もしかして俺の部屋で悪いことでもしようとしていたんですか？ダメじゃないですか。家族令嬢ともあろう人がそんなことをしちゃ。お仕置きが必要ですかね。どこまでも不幸ですね、姫様。そんなものを見つけてしまうなんて。ここに入らなければ、その着物に触れなければ、もう少しだけ長生きできたのに。とても不本意なんですがね。もっと恐怖を味わわせて、堕落させて、生きる苦しみを知っていただいてからあの世に行ってもらおうと思っていたので。あなただけではありませんよ。俺は
この家全体が憎いんです。殺しても殺しても飽き足らないくらい憎んでいるんです。あなたに教えるつもりはありません。さようなら、姫様。心配はいりません。何やってんですか、藤田様。今のは威嚇のつもりだったのに、自ら飛び込んできて怪我するなんて、バカですね。威嚇、どうだか。やはり心配で一度戻ってきたんです。あなたを伴って出直そうと思った。一人にしておくとどんな無茶をするか分かりませんから。案の定でしたね。笑っている暇などないぞ、真島。え？どういうことです？警察を呼んだ。もうすぐここへやってくる。はあ、用意周到ですね。でも俺に何の罪が？明治の世ならいざ知らず。今銃を持っているのは違法だ。小さいところから攻めてきますね。何がです？その答えはあなたももう気づいているはずだ。真島、この家の借財の証書を全て買い入れたのはお前だな。先代様と奥方様を亡き者にし、殿様と姫様をもてあそび堕落させようとしたのはお前なんだな。さあ、何のことでしょうね。とぼけるな。疑っていらっしゃるなら調べてごらんなさい。おや、もう警察が来たようですね。姫様、俺はもうここを去らねばならないようです。残念です。とてもあなたが堕落するのを見てみたかった。貴様
本当にこの屋敷からは人がどんどんいなくなってしまうね。真島は逃走、藤田は病院、三郎はもう長らく顔を見ていないな。ん？なんだい？この家の借財の証書を全て買い入れたのはお前だな。先代様と奥方様を亡き者にし、殿様と姫様をもてあそび堕落させようとしたのはお前なんだな。さあね、藤田に聞いてみるといいよ。財政のことはあれに全部任せっきりだから。しかし、真島というやつは何者だったんだろうね。姫様、一体何をなさってるんですか？いたのじゃありませんよ。何をしようとしているんです？危ないじゃありませんか。姫様。ええ、かすり傷ですから。平気です。
姫様の顔を見ないでいる方が体に悪い。一応左腕は怪我をしているのですが、やはり姫様は相変わらずだ。あなたが無事で本当によかった。生きた心地がしなかった。あなたに真島の銃口が向けられていた瞬間は、それでも構わなかったのです。あなたさえ守れれば。